孫権は降伏勧告。まもなく。何を召し上がります。またの何を召し上がりますか。またのお越しを。連日の船の揺れで酔っちまった。この辺に薬をくれる人がいるらしいが、気持ち悪くて動けそうにないよ。おいら水軍の訓練を任されただ。でもあんまり自信がねえぞ。続討伐がいい訓練になるって聞いただ。うまくいくか不安だけど、やるしかねえか。え、おいらと一緒にやってくれるだが、それはとっても心強いだよ。船酔いに効く薬が欲しいんですね。ではこれを持って行ってください。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。おう、死にたくなけりゃ金目のものを置いてきな。敵将、撃ち取りました。いいぞ、頑張ってるんだな。撃ち取りました。すみませんでした。この辺にはもう近づかないから許してくれ。世の乱れも少しは収まったでしょうか。Hit! Hit! 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 Hit
戯れが過ぎましたね。船酔いに効く薬を届けてくださるとは恐縮です。ありがとうございます。待ちな、船酔いを治したいんだって？だったら薬よりもいい方法があるよ。船をみんなつなげちまうのさ。そうすれば揺れないし酔うこともないよ。なるほど、それはいいことを聞きました。早速みんなに伝えて船をつないでみます。伝令、我が軍の石膏が襲われています。敵陣から戻る途中に捕捉された模様。だがこちらは手一杯だ。誰か助けに行ってくれないだろうか。私も曹操様と船で南に行ってみたいわ。よくやった。その働き覚えておく。敵の痛いところをついておくか。情報があれば我が軍は有利になる。仲間のため何としても戻らなくては。やめた。ありがとうございます。これで貴重な情報を持ち帰れます。お別れです。せっかく貴重な情報を得たのに帰り道に見つかってしまうとは。戯れが過ぎましたね。よし、イケイケどんどんってな。救援感謝いたします。この情報きっとお役に立つはずです。せっかく貴重な情報を得たのに帰り道に見つかってしまうとは。逃がしません。諦めてください。目標決定。俺たちで敵の要所を攻め立てる。救援感謝いたします。情報きっとお役に立つはずです。この主義法がお前を灰にしてやる。情報を持ち帰るまでは死ねぬ。
ありがとうございます。これで貴重な情報を持ち帰ります。助かりました。これで石膏の任を全うできます。これ以上火傷する前に引くぞ。敵将討ち取りました。世の乱れも少しは収まったでしょうか。その際捨てたものではない。よくやった。その働き覚えておく。石膏兵が面白い情報を持ち帰ったようです。話を聞いてみてはいかがですか。孫悟の郊外が味方から殴られていました。奴はかなり不満に思っているようです。そこで裏切りを誘う書簡を送ることに。よろしければ郊外に届けていただけますか。書簡とはな。どれどれ。おお、願ってもない言葉よ。務めを果たせたようですね。士官よ、これで決戦の準備は整ったか。いい戦ぶりよ。敵がハゼ飛ぶようじゃ。賊の討伐はなったな。決戦の邪魔をされずに済むだろう。有益な情報が手に入った。決戦に生かせるかは将次第か。兵たちの船酔いはいくらか収まったな。一応戦う体制はできたということか。これで郊外を引き入れることができよう。うまくいきすぎているような気もするが。うん、ならば将兵を休息させよう。決戦に向けて英気を養わねばな。皆の働きに。you
仕方ないとはいえ。この西北の風に乗り敵を撃つ。劉備と孫権に引導を渡すのだ。何を召し上がりますか？またのお越しを。伝令、敵軍師諸葛亮に怪しい動きあり。一刻も早く撃破された方がよろしいかと。対岸に曹操軍が現れたぞ。ありったけの矢を追いかけろ。こっちには矢が10万本もあるんだぜ。曹操を襲われない限り無敵だな。逃がしません。諦めてください。いや、立派立派。出過ぎませぬ。曹操軍の勢いに取れません。心配しないで玄徳君。私にだってみんなを守る力はあるわ。ここ放っておいていいのかな。心配だわ。私に群がってきます。ここに陣を敷き、待つことにします。一族切っても冷静です。
邪魔をしに来ましたか。そうはさせません。先の戦いで得た情報によりますと、諸葛亮は秘湯所で何かを企んでいる様子。その際、捨てたものではない。ここを失っては大事に至ります。何としても守り抜きましょう。よし、ここで防御体制を取るのだ。戯れが過ぎましたね。ですが、役目を果たせました。この撤退は筋書き通りです。世の乱れも少しは収まったでしょうか。失礼。秘湯所にいた諸葛亮を撃破したぞ。諦めてください。なんだって。そりゃよかった。これで何の心配もなく戦えるぞ。諸葛亮様がやられた。そんなはずはねえ。確かめに行こう。よし、敵の民兵が移動したぞ。手薄になったところを攻めちまえ。来たか曹操軍。さあ、孫悟の本陣はここだぞ。周囲の息がかかった味方がいるようです。怪しい人物を尋問してみてはいかがですか。何用か。もうわしは孫悟の人間ではない。曹操殿のために粉骨砕身働くのみよ。これなら存分に戦う。何用か。もうわしは孫悟の人間ではない。曹操殿のために。じゃしつこいの。わしは本当に孫悟に愛想が尽きておる。何？まだ疑っておるのか。だからわしはじゃな。まどろっこしいわ。お主を倒せば疑われることもなかろう。
自分たちの進むべき地は決まった。一心不乱に突き進め。逃がしません。諦めてください。弱く演じられなかったわい。周囲に何と浴びればよいか。敵将討ち取りました。文爵殿、一族切っての英才です。務めを果たせたようですね。ああ、頑張ってんな。その調子で行けよ。偽装投稿が見抜かれました。光海様はすでに撤退された模様。光海殿は敵陣への火付け役。これでは大掛かりな刑にはなるまい。家計の威力が減ってしまいますね。ああ、光海殿、なぜこんなところで。潰しちまうから。お前らついてこい。今日は決まった。いざ開始。逃がしません。諦めてください。見せ場はたっぷり作ったな。もう撤退してもいいだろう。大きな発生を広く乱れも少しは収まったでしょうか。おかげで敵を追い返せました。しかし敵の様子どうも妙でしたな。敵将、討ち取りました。素晴らしいご活躍、お見事です。敵の倉庫はこの辺りにあるようです。さっきの戦いの情報が役立ちましたね。お別れです。なんで敵将だって。それは倉庫の矢を奪いに来たのか。そうはさせない。この倉庫は拙者が守りきってみせる。すみません。この倉庫は火気厳禁だ。くれぐれも注意するよう皆に伝えよ。倉庫一つ守れぬとは、愚痴のことして情けない。よし、ここで防御態勢を取るのだ。伝令、曹操軍が倉庫を襲撃。10万本の矢は全て消失しました。諦めてください。世の乱れも少しは収まったでしょうか。
曹操軍に長江を渡らせてはならん。孫悟の将兵、鉄壁の構えを取れ。ようです。孫家の姿が見当たりません。大安の上、様子を伺うべきは、すでに慣れる。そうですね。敵将、討ち取りました。世の乱れも少しは収まったでしょうか。なるほどな。いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。よくやった。その働き覚えておく。序文教、半端な覚悟では戦場に立たん。今は文脈殿、一度と切っても冷静です。戯れが過ぎましたね。勝利を手にするまでは。敵将、討ち取りました。お上手に、いい感じですわよ。俺と戦うのはお前か。お忘れです。逃がしません。正々堂々戦った結果だ。一旦引こう。だが次はこうはいかんぞ。大将、討ち取りました。おお、頑張ってんな。その調子で行けよ。逃がしません。諦めてください。戻って策の練り直しだ。敵将、討ち取りました。お前の戦、並大抵ではないな。さあ、行きますわよ。敵の急所、私たちで奪い取るのです。さすがは曹操軍。だが、気づかない。風がすでに変わっていることを。今だ、曹操軍に火を放て。敵船をすべて燃やし尽くすのだ。
周遊。そ、味方と連絡が取れません。曹操様の安否も窮地にあってこそ落ち着かねばならぬ。互いに仲間を援護し包囲を打ち破らん。殿のお姿が見えぬので気がかる。今は無事であられると信じるほかない。船に火が。敵はこれを狙っていたのか。だが諸葛亮の策はこれだけのはずだ。みんな落ち着いて炎症を防ぐぞ。郊外殿の策が見抜かれた時は焦ったよ。やく火がつけられないところだった。なんとか賭けは起こせたが予定より規模は小さくなってしまったな。ところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。目標決定。俺たちで敵の要所を攻め立てる。曹操軍め、逃がしはしないぞ。その炎で燃やし尽くしてやる。戦意なき兵を追い出すわけ美しくありませんね。気を知らせ。我らの進む先は誰にも阻まぜぬ。逃がしません。諦めてください。これで友軍のもとに駆けつけられますね。早く合流しなくては。世の乱れ、少しは収まったでしょうか。と壮麗な戦ぶり。馬の動きが鈍いな。これから長い逃避行だというのに。うん、餌さえあれば馬の体力も戻るだろう。そうすれば皆で逃げられそうだが。これだけ集まれば十分だ。早速馬に与えるぞ。馬が調子を取り戻し次第進軍開始だ。急ぎ味方に合流する。果たせたようですね。見事な働きとろ。やはり逃げるなら船を使うだろうが。
ここで待ち構えて正解だったようだ。読まれていましたか。味方を逃がすため船を奪取せねば。素晴らしいご活躍、見事です。戯れが過ぎましたね。それの局面でしくじったか。だが戦の流れを変えるほどではあるまい。小さな勝利、劣勢を覆す足がかりとして見せましょう。敵将で討ち取りました。世の乱れは少しは収まったでしょうか。逃がしません。諦めてください。よし、ここで防御体制を取るのだ。敵の要所を落とす。ミラこの先へ行かせはしない。長州、いざ参る。皆を守るため足を止めるわけにはいかぬ。何としても敵を倒しこの場を突破する。真の三国軍の総領。戯れが過ぎましたね。力を呼ばせる。諸葛亮殿を潰れる策に望みを託すしかない。ひとまず難敵は撃退して、しばしここを確保し東方を守らん。武林に逃げ込まれた将軍方の奥義を伝え、探してみてはいかがでしょうか。逃がしません。諦めてください。世の乱れも少しは収まったでしょうか。見事な働きだな。決して何者にも逃がせはせぬぞ。あそこで戦ってる味方を助けるだよ。おい、今行くからな。
失礼。てめえらがここに来るのはお見通しだ。失礼。覚悟しやがれ。なんで俺らの逃げ道知っとるだか。戯れが過ぎましたね。足止めもできねえか。また諸葛亮のレポートかよ。敵を倒せてよかっただよ。一緒に戦う相手がいると心強いだよね。曹操様、全然見つからないな。もしや兵に紛れて移動されているのか。世の乱れも少しは収まったでしょうか。いいぞ、頑張ってるだな。ああ、お助けを。この騒動で主の姿を見失ってしまいました。実は私、曹操様に仕えているものなのです。このままではどうかお探しください。ウリンに逃げ遅れた方がおられるようです。将軍のどなたかではないかと。なんとかお助けで。ようやく味方と合流できたか。皆には苦労をかけたな。わしの方でも味方を何人か確保しておいた。この手勢で撤退を開始するぞ。収まったでしょうか。よくやった。その働き覚えておく。おい、聞いたか。曹操様が見つかったそうだぞ。ご無事だったのか。これで一安心だな。何を召し上がりますか。またのお越しを。曹仁様、申し上げます。曹操様のご無事が確認されたとのことです。それは何よりの朗報。それ、自分も撤退を始めろ。この腕でがっちり守ってみせるぜ。この地の攻防は戦局を左右しよう。私たちで守るぞ。諸葛亮殿の読み通り、ここへ参ったか。これ以上は進ませぬ。俺こそが軍神関羽の一の子分、周曹様だ。親分と一緒の俺はいつもの三倍強いぜ。諦めてください。俺どんだけ役立たずなんだが。でも親分に合わせる顔がねえ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。失礼。逃がしません。覚悟を取った。諦めてください。俺の恩義が我が刃を鈍らせたか。すいません、敵将打ち取りました。世の乱れも少しは収まったでしょうか。
ここにいるのは傷病兵ばかり。前線からは逃れたものの、もう動けません。せめて薬になるものが手に入れば彼らを救うこともできるのに。そういえばあそこには薬があるかも。今は敵がたくさんいそうですが。何を企んでいようと関係ねえ。打ちのめすまでだ。なんだこれ。よくわからないけど持っていこう。なんだこれが目当てか。くれてやるよ。届けておくか。これでよこかめご。これはいただいてもいいんですか。おいみんな、これで助かるぞ。これで傷病兵たちもみんな撤退できます。ありがとうございます。世の乱れも。収まったでしょうか。見事な働きだな。よし、直ちに守備配置につけ。来たる戦闘に備えるのだ。は誰にも阻ませぬ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも動かせはせぬぞ。逃がさんぞ宗家。ここで宗家の名脈を断ち切れ、完全なる勝利とする。父親同様、顔をいして打たれるのが望みか。ならば願いを叶えてやろう。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。
そ敵の要所を叩く。失礼。今は引こう。だが戯れが次に会った時は容赦せぬ。これほどの劣勢でも我らが勝つのだ。孫家が宗家を打倒することなどありえぬな。敵将討ち取りました。世の乱れも少しは収まったでしょうか。味方がチリジリになってしまいました。ですが、置いて逃げるわけにもいきません。味方を一人でも見つけたら教えてください。どうかお願いいたします。この辺りに曹操軍の兵士がいるはずだ。探せ。まだこんなに戦えるやつがいたのか。撤退だ。よかった、助かりました。先に門のところまで行ってます。まさにヤブヘビだったな。引け引け。助かった、ありがてえ。砦の門でお待ちしています。くそ、とんだ邪魔が入った。引き上げるぞ。もうダメかと思いました。ありがとうございます。曹操軍に勝てそうだったのに撃破されるなんて運がない。これぞ天の助け。おかげで命拾いしました。お助けいただきありがとうございます。これで皆と合流できますわ。さあ、行きますわよ。敵の急所、私たちで奪い取るのです。進め進め。我らが軍の屈強さ、思い知らせてやれ。救出できる兵はこれで全てでしょうか。ありがとうございます、仲間を助け出してくれて。これより我らも撤退先の確保に向かいます。世の乱れも少しは収まったでしょうか。よくやった。その働き覚えておく。周囲の警戒を怠るな。怪しげな動きがあればすぐ両党にも伝えよう。
来たか。急ぎ両党にも敵の接近を知らせよう。諦めてください。我が輩としたことが何たる不手際。両党に知らせを送る隙すら見出せぬとは。世の乱れ、少しは収まったでしょう。お上手ね。いい感じですわよ。ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。負けてはいられません。今頃ここを取りに来たのか。遅い遅い、遅すぎるぜ。敵将討ち取りました。やった。その働き覚えておく。待ちくたびれて油断しちまうとは。さこの門を守り抜くのが自分の役目。通りたくば筋を通してもらおう。失礼。戯れが過ぎましたね。激戦で曹操軍に一日の長があるのは筋。それを覆せなかったのは自分の不覚だ。敵将討ち取りました。なんと壮麗な戦ぶり。接近でのシュウ殿の策は完璧だった。ここで俺がしくじるわけにはいかん。逃がしません。諦めてください。やはり俺はまだまだ不甲斐ない。周遊殿に習い、学も武ももっと励まねば。伝令、包囲を突破し撤退先を確保しました。どうにか窮地を脱したか。お別れです。生き延びれば再起も叶おう。わしの大敗よ、劉備、孫権、この借りは必ずや返してくれよ。敵将討ち取りました。
誰かあるか。うん。そうそう。技巧就任。順優、味方は今回五軍の指揮を取るのは周遊。赤壁に布陣する彼を倒し、敵を退けましょう。今回は文爵殿の戦略に乗りましょう。戦略あっての戦術、局面打開は俺がします。ここを手薄にはできません。私たちでしっかり守りましょう。援軍ですか？ありがたい。学神様にも早くお知らせを。ご足労いただくとは恐縮です。どうかされましたか？城を守る援軍とはありがたい。これで私も出陣し一番乗りを目指せます。世の乱れも少しは収まったでしょうか。何を召し上がりますか？またのお越しを。防御体制を取るのだ。防衛戦か。地味な仕事だな。派手に戦ってやるぞ。逃がしません。知ってんだけどよく目立つんだよな。失礼、敵将討ち取りました。世の乱れも少しは収まったでしょうか。
の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。再び味わわせてやるわ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。深くを取ったか。殿、申し訳ない。世の乱れも少しは収まったでしょうか。逃がしません。諦めてください。一族切っても冷静です。悪いけど医療は孫悟のものだ。おとなしく出てってくれ。五の将は籠城策を取った。門を開かせないことには話にならないな。籠城とはつまらねえ。どうにか外に出て戦えよう。籠城は両毛殿の人間だ。勝手なことするなよ。仲間が次々やられてんじゃねえか。こうしちゃいられねえ。俺は出る。逃がしません。諦めてください。どういう。おい、ちょっと待て。待てって言ってんの。両毛殿、あいつやっぱりバカです。敵将が出陣した。自ら門を開いたことを後悔するがいい。やだ、門が開いたぞ。どうなってるんだ。門が開いたぞ。まだ攻めくるね。敵の勢いが激しすぎるね。これは攻めるしかなさそうだ。戯れが過ぎましたね。言いつけ破ってこのざまかよ。そんに合わせる顔はねえな。世の乱れも少しは収まったでしょうか。さすがは文尺殿、一族切っての英才です。世の乱れも少しは収まったでしょうか。
私は自分が守る。皆も備えを固くして、何者も侵入させるな。援軍、かたじけなく存じます。宗神様にもどうかお知らせください。さもお急ぎの様子、いかがさると。援軍のおかげで城の守りは盤石。これより宗四公保護となって突き進まん。世の乱れも少しは収まったでしょうか。召し上がりますか。またのお越しを。敵の要所を叩く。孫悟のため、周遊殿のため、怒涛となりて慶州を突き進まん。ねえ、いささか部が悪いか。だが引くわけにはいかん。ここで敵をとどめねばならん。たとえ捨て石になろうともな。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。あの地を狙う。ついてこい。逃がしません。敵の守り、諦めてください。加藤を砕く岩のごとし、打ち崩せぬとは無念よ。敵将討ち取りました。世の乱れも少しは収まったでしょうか。逃がしません。諦めてください。
敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。諦めたら終わりだ。守りは我らが行くと決して何者にも抜かせはせぬぞ。敵は長江を渡ってしまう。俺の意地はこんなものだというのか。船着き場が解放されましたね。これで船に乗ることができます。世の乱れも少しは収まったでしょうか。お見事。見せつけてくれますな。天下二軍には必要不可欠。ここで引くわけにはいかぬ。主よ、我が輩がついておる。武士の情熱のすべてこの戦に注ぐがいい。敵の痛いところをついておるか。狙うはあの地だ。行くぞ。逃がしません。諦めてください。今は引こう。だが次に会う時は
こうはいかんぞ。敵将、討ち取りました。この露死刑が相手だ。さあ、王道勝負せよ。お別れです。戯れが過ぎましたね。ここで防御体制を取るのだ。これより防衛を始める。鹿の強さを我が背に見よう。逃がしません。敵将、討ち取りました。諦めてください。これ以上は持たぬ。周囲を不甲斐ない我が輩を許せ。失礼。お別れです。我らの勢いをくじくとは。ここは策を練り直さねばならん。撤退する。逃がしません。なんとか押し返すことができたか。諦めてください。ジュン、次はどうすればいい。そうですね。ただ待ちましょう。成功からの知らせを。孫悟の軍は長江の向こう側に。順育の言に従い、魏軍は高陵から引いた。その高陵に関羽がやすやすと入ったことで、孫劉同盟に亀裂が生じる。すべては魏の未来を安泰にするための計略であった。順育は確かに曹操から軍師を外された。だが乱世の収束のために何を言われようと手を打ち続ける。それが順育の選んだ道であった。彼は心に決意を秘め、巨匠にて曹操と対面する。